海外のブリーチファンの皆様、こんにちは。石田うりゅう役をやらせていただいております、杉山のりきです、えー。今回こういう形で映像での出演という形になってしまうんですけれども、えー、再び皆さんにこうやってお,やお会いできることを本当に嬉しく思っております。えー、会場の方盛り上がっておりますでしょうか、えー、本日ですね、アニメエキスポン2022、最後まで盛り上がっていきましょう。 はい今回ですね「えー、ブリーチ」のアニメが10年ぶりということで、えー、再びですねまだアニメ化されていない部分が映像化される運びとなりました本当に嬉しく思っております、えー、この「千年決戦編」ですね、えー、と僕ら出演者の間でも最終的にこうアニメ、ね、撮ってた頃にあのできれば原作最後までまた機会が,、ま機会があったらやりたいねできたらいいねなんて話をしてたんですけどもそれが まさか、えー、10年という時を経て再び、えー、映像化されそれにまた携わらせていただけるとは思っていもいなかったので本当に嬉しく思っておりますまたですね「あのブリーチ」という作品自体が持っているそのかっこよさですとか面白さですとかそういったものを再び、えー、とキャストとして参加させていただいて皆さんにお届けできるのを本当に楽しみにしております そして、えっと、石田雨竜というキャラクター、まあ、僕がやらせていただいているキャラクターなんですけれどもとても真面目な好青年な面もありつつでも何でしょう時折こういちごとか他のキャラクターたちと繰り広げるなん,でなんていうんですかね乗りツッコミ的なところですとかそういうなんかあのブリーチの作品自体が持つノりの良さをすごく なんでしょうね、その一部を担わせていただいてるのかなと思うこともあるので今回もなんか、まあ、ちょっと千年形成編結構シリアスなシーンは多いんですけどもまたなんかその出演者の方たちと和気あいあいとそういうところブリーチの楽しいところかっこいいところだけじゃなくて楽しいところも含めて、えー、アニメ化でこう声のね、吹き込ませていただいて皆さんにお届けできたらいいななんて思ってます。 そうですね、えっと、ブリーチは本当にシリーズも長かったので、えっと、いろんなシーンかっこいいシーンや本当に楽しいシーンや、えー、いっぱいあるんですけどもその中で、えー、っと僕がふと時折思い返すのは結構最初「石川流」って結構かっこいい感じで登場していちごと共闘していく形になるんですけどもそんな時にですね初めてあのギャグっぽいシーン弓矢 なんか頭の上かなんかに乗っけたりしてなんか結構逆っぽくやってるシーンがあってかっこよくこう原作通りやってきてここであ「ブリーチ」ならではの楽しさが全開で出るっていうようなシーンがあってそこをなんか、あのー、森田さんとかと話しながらこうもっとやっちゃった方が面白いですかねとかそんな話をしながら収録した思い出がありますね。 かっこいいシーンね、かっこいいキャラクター、セクシーなキャラクターいっぱいいると思うんですけど、ウリウはどちらかというとそういうなんか面白いシーンも結構多かったりするんですね。あの裁縫が好きだったりとか。なので、そういうシーン、みんながこう、じと汗になっちゃうような、えー、そういうシーンとかもね、あのー、またなんか、ね、アニメで <laughs>、まあ、どれだけあるかわかりませんけれども、えっ、ー、と、あったら楽しいだろうな、なんて期待はしていますけども。 はい。ということでですね、えー、ブリーチ千年決戦編が、えー、アニメ化されるということで、えー、久しぶりに皆さんの前でお話をさせていただきました。えー、きっとこの後もですね、えー、皆さんの期待を裏切らないような素敵な発表がたくさんあると思いますので、ぜひそちらもお楽しみにお待ちください。えー、ブリーチ千年決戦編、ご期待ください。